道の区部屋は、日本相撲協会所属で、時津風一門の相撲部屋。1947年6月に、元幕内、鶴ヶ峰が現役を引退しとしより、11代津津を襲名して再興された井津部屋は、関脇、鶴ヶ峰や幕内、坂子立風などの関取を育て上げた。1972年3月に11代津津が死亡すると、 その後継者をめぐって意見が一致せずに、部屋付き親方であった十代、伊筒時代からの弟子、五代道の久が十二代伊筒を襲名して部屋を継承。対して八代君が、浜は、文家独立して、君が浜部屋を創設した。当時二人いた幕内力士のうち、太夫は、伊筒部屋に残り、西企業は君が浜部屋へ移籍。 また22代、式季森伊之助及びその弟子の行事も君が浜部屋へ移籍した。その後、12代五津は1974年4月に年寄り名跡を返上して七代道の区を襲名し、同時に部屋の名称も道の区部屋へと解消した。七代は1991年2月に定年を迎え、それに伴い、 その直前となる同年1月場所限りで部屋の所属席取りで、11代、伊筒時代に伊筒部屋に入門した星岩戸が現役を引退し、同年2月に年寄り、八代道の区を襲名して部屋を継承した。八代が師匠を務めた時期には、七代時代からの弟子で、あるアルゼンチン出身の星単語と星安でことぶきが従業へ昇進したが、 幕内力士は出せなかった。八代道の区は1997年12月に、井筒部屋の部屋付き親方である十代将の裏に部屋を、城として日本相撲協会を退職した。十代将の裏は九代道の区を襲名して部屋を継承するとともに、部屋を両国駅前に移転した。2000年9月には十四代竜田川の定年退職によって閉鎖された竜田川部屋を、 九州合併した。さらに2019年、九月場所中に、九代道の区の弟弟,弟子である十五代、伊筒が急死し、師匠が不在となった伊筒部屋が閉鎖されたため、同部屋に所属していた横綱、各竜を含む、力士三人と、床山一人を引き取った。九代が、師匠に就任して、以降は、序二段時代に立つ田川部屋から移籍してきた白馬が、 小結びへ昇進している。部屋の生え抜きの力士としては、2008年1月場所において、霧の赤が新十両へ昇進し、九代が育てた力士としては、初の関取りとなった。それから、丸12年後の2020年1月場所において、霧馬山が幕内に昇進し、九代が育てた力士としては、初の幕内力士となった。その後、 霧馬山は2021年11月場所に新三役に昇進。かつて両国予備校の校舎の一つとして使われていた建物を引き継いだ。2021年10月時点で最も両国国技館から近い相撲部屋である。部屋の向かいには道のく親方が経営するちゃんこ店がある。明治時代からの伊勢の海系統の道のく部屋からは昭和に入って関分け。 大塩が出た。大塩は1937年から2枚観察で、道の区部屋を継承し、若塩を幕内まで昇進させたが、それ以外に幕内力士を出すことはできず、1960年に部屋を閉鎖して、自身は時津風部屋へ移籍した。その縁で、道の区の年寄り名跡は時津風一門に属するようになった。ありがとうございます。